入坂戸神社のご神木の大井町入坂戸神社は、和歌山県伊郡葛城町三国に鎮座する神社。高野山の麓、と、木の川のほとりに位置し、境内社の鎌、八幡郡は、ご神木に鎌を封建し、願掛けをする信仰があり、また高野山経道の一つの、三谷坂の起点であることでも知られている。国の史跡、高野山経道を構成する子孫として、 入坂戸神社を含む、三谷坂が指定されている。世界遺産、紀伊山地の霊場と三景道を構成する資産、高野三景道の一つとして、入坂戸神社を含む、三谷坂が登録されている。入坂戸神社は、入ュー神主や伝来の天の大社周辺絵図や、高野三絵図などで、高野三景道の三谷坂の上り口あたりに描かれている。 ニューズ姫神社への三景道であり高の三景道の一つの三谷坂の起点に位置し、三谷坂はニューカド神社あたりに住んでいたニューズ姫神社総館主がニューズ姫神社へ通うために通ったのが起源と言われる。木の国名所杖に当社を天の拙者随一としてとある。また、貴族風土器には館主不発と孔子三谷大明神へ社賛主とあり、随一、 大明神という記述から、ニューズ姫神社にとって、ニューサカド神社が重要な位置にあったと示されている。また、ニューズ姫神社が山上に位置し、ニューサカド神社が麓に位置することや、戦術したニューズ姫神社総監主が住んでいたことなどから、ニューズ姫神社は山宮に相当し、ニューサカド神社は里宮に相当すると推定され、また社殿によると、 天の社の総管主が当社で祭祀を行っていた記録が残り、かつて、入坂戸神社は、現状で考えられる以上の重要な地位であった、または、元宮として重視されていたと考えられている。入坂戸神社は、ニュー姫大臣が、坂木の枝を持って降臨した地とされるが、ニュー大民、神々の里によると、ニュー姫の大神が高間原から最初に降りたところを、 木の国糸郡縁富と村の石口と記され、貴族風土記では、天下り市は今三谷村、坂木山坂戸社そのところなり、石口は、ふもとの稲荷とある。このことから、ニューズ姫大臣の最初の降臨地が、ニュー坂戸神社であるとされている。また具体的な降臨の地としては、貴族風土記によると、境内広報にある坂木山を越えた谷にある七広滝に降臨したとされ、 この滝は、長さは一畳ほどでありながら、滝壺は六尺の深さがあり、夏の旧の際には、必ずこの地で行われるとある。これらのことからも、この地は重要な地であり、新ュ姫神社とも深い関係があったとされている。かつて、新ュ姫神社の総管主が、入坂戸神社で祭祀を行っていたが、近世の資料によると、入坂戸神社で大むねぎのような年中神事が、 行われていたとされる。この他にも、4月、5月に、ニューズ姫神社総刊主が、ニューサカド神社で祭りを行うと、三谷村、坂戸大名神由緒並びにかまど屋敷、境内目録帳に記されている。以上の年中行事からも、かつて、ニューサカド神社は、ニューズ姫神社と祭祀を行うにあたって、結びつきが強く、里藤宮に相当していたことが伺える。 神仏分離令による廃仏希釈がされるまで境内に別途五枚があった。貴族風土記によると、本尊は不動像で七広の滝から出現した、もしくは空海による自作と伝わる。また本寺堂、宝蔵、五間堂、釣鐘金堂があり、照明に上高さ山との参号があった。また、高野山より当時へ五間領として三国が付されていたと記されている。 廃寺された跡地は林校小学校に転用された。山道に一の鳥居、二の鳥居、境内入り口に三の鳥居が建つ。境内には古神木の大井町があるが、社殿によると樹齢八百年と伝わる。環境省による二千年に報告されている巨樹、巨木林調査報告によると、当神社の大井町は樹齢三百年以上、幹回り二十六センチ、 高さ25メートル、健全度は、良好とある。ただし、この調査報告を作成するための調査表における、樹齢区分では、300年以上の樹齢はすべて、樹齢300年以上に区分されているため、この調査報告による、実際の詳細な樹齢は判別できない。大井町は11月初旬頃から公用し始め、11月末頃から12月初旬に、 かけ落葉した葉が境内を多い黄色に染まることで知られる。また、紅葉時期には銀南のライトアップが行われている。社殿は割配殿風の社務所兼配殿、本殿が三殿が立つ。配殿前に1804年世界で初めて乳がんの手術に成功したと言われる。花岡清衆が1834年74歳の時に寄進したとされる石道がある。か 八幡宮が当社に行使された時に、兄村から移された、高さ約2メートルの石道路で、摂取花岡瑞剣、永代上野党、天保五年後後5月の名がある。摂取名の花岡瑞剣については、花岡清州が使っていた別名とされる。拝殿より、左方に、摂社坂木山神社、本殿後方の境内地に、摂社釜、八幡宮があり、釜、 八幡宮のご神木に鎌を奉検し、願掛けをする信仰がある。境内広報の榊山では、道神社に伝わる三谷の笹踊りに使用する竹が、自生し、榊山を越えた谷に、ニューズ姫大臣が、榊の枝を持って降臨したとされる七広の滝がある。ニューズ姫大臣が降臨したと伝わる榊山の、麓に鎮座する。社殿によると、榊山一帯は、現象、 先祖霊を採取する聖域だったと伝わる。人代の昔、三谷の裏山に、ニューズ姫大臣が降臨し、ニューズ姫大臣のおこかみの高野御子大臣と百二十の県族を従え降臨し、共に大和地方や紀伊地方を巡行し人々に、農耕や旗織、糸紡ぎ、煮滝等の移植に関わることを教え、最後に天野に鎮座したとされ、ニューズ姫大臣が、 木の川の水で酒を醸したことで、入坂戸神社と呼ばれるようになったと伝承される。あるいは、坂木山の地主神である、かまど明神が酒を作り、初めて神前に備えたからとも伝わる。貴族風土家には、山と入川より坂木を持たして、この地七広滝に降臨されたと記されている。かつて皇室からの尊数が厚く、王神天皇からはご神寮、ご佐賀天皇から、 異界直上、五代醐天皇からは、泉国木島荘園寄進の臨時、1334年には、泉国阿蘇号沖頭伝とする臨時を賜ったと伝わる。また、鎌倉時代、江戸時代に造営時、領主や藩主から平白領を受けたと記録に残る。政府の勝者合併政策により、909年に、兄村に鎮座する鎌、八和田宮を行使。この時、鎌、 八幡宮横の諏訪名神社も同時に合祀されている。1935年に、ニューズ姫神社の拙者として合併されるが、戦後に独立し、現在に至る。社殿に向かって右より毎年8月16日に、笹に短冊で飾りをつけて、踊りが奉納される。酒を笹と呼ぶことから、笹は酒を意味するとされる。 近隣地区の五国の英霊を五十六柱を祀る。鳥居横に合祀されている五国の英霊の名を刻んだ、石碑が立つ。境内地広報の坂木山山町の少子に、分かりき大臣を祀る。入坂戸神社へ合祀される前に、兄村に鎮座していた鎌、八幡宮諏訪明神社は、入坂戸神社へ合祀も追われていたが、両者は、地域住民の有志により再興されている。 元宮の鎌、八幡宮も乳坂戸神社の鎌、八幡宮同様に、無病息災、小宝や、安産祈願、受験等、諸々のポジティブな願掛けのみにご利益がある。1995年に社を再建、長野県、諏訪大社よりご神体を迎え、聖泉宮を行い、諏訪明神社を再再行また境内にあったくぬぎ菓の、木をご神木として、で、 生き住民一同で鎌を奉検し、鎌八幡の宮信仰も復活させ、元宮の鎌、八幡宮として、最々凍れている。入坂戸神社の境内者ではないが、入坂戸神社と同じ三谷地区にあり、祭神は、入坂戸神社と関係が深く、坂戸の名の由来にもなり、また、ニュー姫神社とも関連が深い神社のため、ここに記述する。ニュー姫大臣が降臨の際に、 二滝きをして、極を放じたとされ、またその時に、かまど明神が酒を作り始めて神前に備えたとされる。かまど明神の名は、極の二滝きで使った、かまどに由来するとされる。ニューズ姫神社との関わりも深く、貴族風土記によると、ニューズ姫神社神職が代替わりなどで、初めて神社に入る場合、木の川で払いをし百日関東者に参詣し平白を捧げた。 また、ニューズ姫神社総監主も大河理り寺に、当社で初めて小族を着てから神職に認じられたと記されている。三谷村坂戸の大名人由緒並びにかまど屋敷、境内目録長、及び、貴族風土記によると、空海を高野山へ導いたとされる狩場名人が生まれたところに鎮座し、その産業を温めたかまどが、かまどの名の由来との説があると記されている。 しかし、貴族風土記には根拠は書かれていないが、その説はおそらく誤りであるとも記されている。上記2点は、兄、井村の鎌、八幡タグが、入坂ー神社へ合祀された時に、入坂ー神社へ移されている。境内の大井町が、カツ町の天然記念物に指定されている。指定名称、入坂ー神社の大井町、指定年月日。 2017年4月27日2015年10月7日に国の史跡、高野山経堂の構成資産に三谷坂として指定されている。1997年3月6日に高野山長石堂が史跡指定されたが、2015年10月7日に三谷坂、京大坂、道不動坂、黒川道、女人道が追加指定された。その際に、 指定名称が高野山長石堂から高野山啓堂に構成資産の高野山長石堂は長石堂に名称変更された。2016年に入坂戸神社を含む三谷坂は高野山啓堂の一部として世界遺産、紀遺産地の霊場と山啓堂の構成資産に追加登録されている。かつての高野山啓堂の一つの三谷坂は入坂戸神社から ニューズ姫神社を経て、高野山長石堂に合流し、高野山へ至る、三景堂で平安時代の高野山への表参道と言われ、ニューズ姫神社の神主や直視の道とされた。2004年7月に、高野山長石堂がユネスコの世界遺産、紀伊山地の霊場と三景堂の構成資産の一部として登録されたが、2016年10月24日に、三谷坂、 京大坂道不動坂、黒川道、女人道が追加指定された際、登録名称が高野山長赤道から高野山軽道に、厚生資産の高野山長赤道は長赤道に名称変更された。ありがとうございます。